菊池桃子、学びの醍醐味を知った、リカレント教育に成長を実感、考えるよりも動いてしまった方がいい。女優で歌手の菊池桃子、56、がデビュー40周年を迎えた。4月に完全、セルフプロデュースの初 EP、エターナルハーモニーをリリースし、アンドロップの内沢貴人、ストレーテナーの堀江敦史とコラボ。自身が作詞、作曲したスターリースカイでは、林哲司氏が編曲を手掛けた。アニバーサリーイヤーを迎え、音楽活動の思い出や転機、未来について語った。鴨慎太郎。近年、松田聖子の中央大学法学部通信教育課程の卒業、相川七瀬の國學院大学新東文化学部の卒業など、著名人のリカレント教育、イコール社会人になって学び直すことに注目が集まる。菊池は家族の病気をきっかけに学び直しをし、2012年に法政大学大学院政策、創造専攻修士課程を修了。同年8月から、戸板女子短期大学の客員教授を務めている。大きく言うと、社会学の枠の中の雇用政策が、専門になります。古いことを学んでも、今と比較するでしょうし、どんな分野を学んでも、共通で、今が見えてくるんじゃないかな。これからチャレンジを考えている人には、構えすぎてしまい、敷居を上げないでほしい、とアドバイスを送った。教育機関に行くことがクローズアップされがちですが、年齢や価値観の異なる様々な人と話をするだけでも、新しいことを知ることができる。ついさっきまで知らなかったことを知るだけで、何でも学び直しになりますから。入学だ、資格を取るんだというような風にとらえず、好奇心から来る欲求を大切にしてほしいです。考えるよりも、感じるがままに動いてしまった方がいいんじゃないかと思います。リカレント教育の後、菊池は新しいものを知ることにこんなにときめくんだって、学びは自分を元気にしてくれるものとして捉えています。分野に限らず、ジャンルを問わず、学びの醍醐味を知りましたと明かす、心身の成長を実感する日々を送っている。